背景よろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学、三角形の内角と外角というところをお送りします。これが角度の動画の2本目ってなります。で、今回は三角形をピックアップして角度を求める問題のオンパレードってなってますので、もう簡単だよ。簡単だけど簡単じゃないよ。特にこいつ、今回ね、問題が全部で6個、1番、2番、3番、4番、5番、6番、裏はないです。大丈夫です。この6番はボスだね。なかなか難しいかもしれません。で、今回はまずこのポイントの中にある言葉、ここが覚えること、これは技だね。1個の技です。で、それを使って問題を解いていく。で、ここにあるブーメランの技っていうのは、これ俺のオリジナルというか、まあね、塾とかで教わると思うんだけど、あんまり学校ではね、教えてくれないやつなので、まあ後でね、おいおい教えます。いいかな。で、今回やる問題はさっき言った6問とここの穴埋めなので、まあこの辺でね、一回動画を止めてもらって、普通に写して問題を解いてみてください。で、ね、早送りして丸付けして戻ってきてくれればいいと思います。いいかな。それではね、早速角度、もう計算ばっかりなのでいきますよ。頑張ろうね。よろしくお願いします。ではでは、まずポイントからね、いきます。で、ポイント、今ここに三角形があります。これが ABC ってやつがあって、1本ずつ外にちょっと伸ばしてあります。そこが DEF ってなってるのね。で、三角形の内側にある角度って3つやんか、絶対に3つね。それが ABC でしょ、赤丸のやつで。この赤丸のやつを三角形の内側、中にある角度だから、まあ書いてあるんだけどね、だから内角って言います。いい？そしてもう予想つきますね。青丸の方が外角となります。外にある角度だからね、外角です。で、外角についてはちょっと注意があって、いい？角度のところを1本伸ばしたお隣さんだからね。お隣さんが外角だよ。よくね、1本伸ばした、こっち側ですかみたいな言われたりするんだけど、ちゃんと内角のお隣さんが外角です。覚えてください。ではでは、次、角 A 足す角 B、 ここだね、赤丸の A、 赤丸の B、 これ足すとどこになるでしょうね。これも技の1個です。教わります、中学で。これ、角 F になります。覚え方、いい？三角形の内角、ね、内側の角度を2個、どこでもいいです。2個足します。今、ここでは A と B を足してるね。この2個を足すじゃんか。としたら、足してない残り物の外角と同じになります。もう1回言います。三角形の内側の角、内角を好きなのを2個選ぶ。それを足すと、選ばれなかったやつの外と同じになるんです。だから、AB を足すと、C の外にある F と同じになります。では、角 B と角 C を足すと、B と C 足すと、残り物の外、だから角 D になります。いいかな。これ覚えてください。よく使います。で、最後、角 A 足す角 B 足す角 C、 ABC 足すと、三角形の中3つ足すとですよね。はい、これ小学生でもできます。180度です。これ忘れないようにね、三角形の3つ、中の3つを足すと絶対に180度になります。いいかな。これがまず基礎知識としてね、持っといてください。よろしくお願いします。ではね、早速問題解いていくよ。じゃんじゃんいくからね、今日ね。お願いします。まずここ1番いきます。全部三角形の中の角度が2572で1個わからない。いいよね、これ。3つ足したら180度でしょ。だから180度からこれとこれを足したのを引き算すればいいよね。でも足しちゃいましょう、暗算でね。足すと97。だから97を引き算する。で、求めると83かな。3度。ってなります。
これだけだ、4。いいかな？大丈夫？それでは2番、ここ。80と63が分かってて、外にある。ね。で、これは、あれ？内側の2個を足すと、確か残り物の外と同じになるよなっていうのがもろに使えるパターンだね。足して出しちゃう、ああ OKOK、 じゃあ足しましょう。80足す63は143度、終了です。ね、簡単だね。では3番、これね。ね、どうしようかなって考えたときに、まあ、やり方はいろいろあるんだけど、じゃあ、どうしようかな。うん、OK、あれにしよう。例えば、ここに150度があるよね。そしたら、ここの角度わかるかなって考えます。これ、お隣さんだよね。お隣さんっていうのは、180度から引き算をすると出てくるんです。いい？だから、180から150引くでしょ。そうするとここ30になりますね。こっちも同じでいこうか。お隣さん出してみよう。180から95を引くんで85度になる。で、書くと三角形の中に2個集まったでしょ。あ、じゃあ180からこの2個引けばいいじゃん。これと同じだね。同じになるから180引く足したやつ、115やると、65度か。ね、これで終了です。大丈夫かな？ここまで。ついてこれた？でね、ちょっとこっち行く前に一つだけ覚えておいてほしいことがあります。角度の問題、今いっぱいやってるでしょ？角度の問題。っていうのはね、解き方が1個ではありません。正直言ってしまうと。これの問題も、俺がやったやり方じゃなくても出ます。あと2つぐらいあるやり方が。それじゃダメなんですかってね、思う子もいると思うんだけど、いいです、全然。大丈夫だよ。角度っていうのはちゃんと出せれば問題ない。いい。自分のやりやすいやり方でやっていきな。ね。だから今からやる説明も、あれ、俺と違うなって思った子も、答えが当てたら OK です。ね、よくできました、それは。な。で、俺がね、例えばやったやり方、ああ、こういうやり方もあるんだっていうのを勉強したらいいじゃんか。で、自分のやり方と比べてみて、やっぱり俺のやり方の方がすげえなって思ったら、ね、今みんなのやり方でやってくれればいいし、あれ、こいつのやり方なんか簡単そうじゃねって思ったら、ね、ぜひ俺のやり方もでやってくれると時間短縮になると思いますので、そうやって角度の問題は動画を見てみてください。いいかな？では、右側。ちょっとレベル上がるからね、ここからいきます。4番。そして、角度の問題っていうのは、複雑になればなるほど、使うじゃない、ごめん。大切なポイントは1個だけです。とにかく、分かる角度を書き込んでいくことです。いい？自分が気づいたもの、全部書き込もう。いいか？いくぜ。例えば、この問題。ね、三角形が上と下2個あるんだけど、三角形の中、2個分かってるじゃんか。あれ、ここ出せるんじゃねって考えます。ここ。ね、同じだよね。三角形の中に2個分かってたら、180から引きゃいいんだろう。180から足すと80。80引くから、これ100度になります、ここ。ちょっと出なくなってきたね。いい？ 100 度。次なんか分かんねえかなって。あ、ここいけんじゃんって。あれ？だってこれ×で、反対でしょ？あ、前の動画の対頂角だってなるから、ここ同じで100度なのまた。ね。そうすると、ここ出したい。おー、2個揃ったよ、中に。ってなるから、最後に出すのが4番。180引く、足した152。で、28度。これが4番の答えになります。いい？こうやってやっていく。とにかく分かるのを書き込むこと。いいかな？そして来ました。ブーメランの技ですね。このやり方、学校の先生は絶対丁寧にやります。もっと。でも、俺は瞬殺でいきます。いきますね。この形、こういう、ちょっと分かるかな？こういう尖って中にふにゃって一回入ってるやつ。
ブーメラン型っていう人もいれば、ひじり型っていう人もいるんだけど、今回はちょっと俺ブーメランでいくね。ブーメランの技です。これは、覚えようね。はい、先っちょ3箇所赤丸つけるぜー。でも赤が出ないぜー。はい、この赤3つ、全部足すぜ。こうやって。いい？赤3つを全部足すと、どこになるか。ここになるんだな。これがブーメランの技です。3つ、尖った3つを足すと、ここに集まってきます。いい？そうすると、もろだろう。もうこんな線ね、もともと問題にあったんで、書いたんだけど、こんな線いらないっす。消しちゃおう。3つ集まったらここになる。じゃあもうね、暗算でいいよ。足しちゃって5番、115度、以上です。ぜひ使ってください、このブーメランの技。すげー便利だから、いい？っていう感じ。そして6番、複雑だね。これはもうやる気をなくさせる問題だよね。でもやる気をなくさせる問題で、やる気をなくなってるようじゃかっこ悪いぜな。そんなやる気なくせる問題？バカバカ突破してやるよっつってな。力強く突破していきましょう。で、そのために大事なのがここです。まず複雑な問題ほどこれが大事。2つの角度が分かっている三角形を探すんだって。例えばさっきみたいに、これもそうだね。ここ2つの角度が分かってたじゃんか。分かってればもう1個出せるんだよ。だからそれを使います。で、探していくんだよ。あのシャーペンとかでね、なぞりながら、ここは1個しかわかんねえなって、ここも1個か、どうすかな、ってやっていくと、これやり方どっちでもいいんだけど、ここの三角形、せっかくなぞろっか、ちょっと青でいくね。ここの三角形見ると角度2個出てるだろ、ちゃんと。来たって、これいけるよってやっていってもいいし、こっちでも OK、 こっちも出てるんだよね。どっちで行っても絶対6番たどり着けれるから、どっちでもいいんだけど、こっちで行かせて今回は。で、分かる角度を書き込んでいきます。いくよ。まずね、こことここが分かってるから、ここも出せるよね。180からこれ足したのを引くんだよ、95。だからここ85になる。いい？で、もう一個ポイントはこっち、ちょっと大きめの角度、ここね。これって内角、内側2個を足したら残り物の外と一緒なんでしょね。だからここの2個を足した外と一緒だから、ここ95になります。ここまでついてきてる？いい？もし分かんなかったらちょっともう一回戻りな、この問題の最初にね。今やったのは、2つの角度が分かっているのを見つけました。見つけたから分かる角度を書いただけです。2個いいかな。そしたらここまでたどり着きたいでしょ。ここ出したから来たよ来たよって、こういう三角形に注目します。ここです。ここ見ると、思いっきりこの三角形の外にいるじゃん、外角だよね。ってことは、ターゲットオンだよね。ここと、ここ、足し算したら、内側2個を足し算すると、残り物の外と一緒になるんだよ。来た。ってなるから、最後。赤でいいね、そのままいっちゃうよ。30足す95で、125度となります。こうやってやっていくの。2つの角度が分かってる三角形をとにかく探してごらん。いいね。そうやってやっていくとできます。よし、いいかな、こんな感じです。ちょっとね、前回の動画ね、バタバタしちゃって、最後ね、ちゃんと挨拶できなくてすいませんでした。ではでは、今回は中学校の2年生数学の三角形の内角と外角をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。この角度の問題、まだ続いていきますので、よかったらそっちも見てみてください。それでは、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。